はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1993年8月8日 WCW で行われたロード・スティーブン・リーガル対リッキー・スティンボートの試合を振り返ってみたいと思います。一見好対照なレスラー同士の対決が実現しました。ゴングが鳴るとリーガルはまるでリッキーを試すかのようにグラウンドを仕掛けてきます。しかしリッキーはリーガルと全く遜色のないグラウンド技術を披露します。時折リーガルが仕掛けてくる姑息な手段に対しても正々堂々対処します。空中戦を得意とするリッキーですが、この日に限ってリーガルの土俵で戦う懐の深さを見せます。中盤以降リーガルは得意の関節技を次々と繰り出すもリッキーを攻め込むことはできません。時間切れ寸前にリッキーは逆さ抑え込みを繰り出すも惜しくもカウント2。結局試合は時間切れドローとなりました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。